6月9日、最新セリーグ順位表、2023交流戦、11日目。今日は点取れずに負けたチームがあるらしい。こういう日もあるさ、どんまい。どうも広岡には、番長引退試合の一発の印象が残ってて、最後打たれるんじゃないかと思った。お前さんたちは伝染した。ベースボールも伝染した。阪神とヤクルトは何をオリックスに伝染す？地味にタイムリーでコツコツ積み重ねて勝ったな。さす、マキ、やったぜ、試合を決めるスリーランだ。交流戦ってこんなに勝てるものなんか。ちな、ちー。広岡とかいう呪いの置物に割り切って、エラーに次ぐエラー。これはゲンドラ最悪のハズレだろ。出番ない方が、足引っ張ってないだけ、奥歯いまし。5球で先制された後、二塁も踏ませないで、2対1で勝った。よくわからん試合だった。同胞、日ハム、エスコンフィールドが、ホームだということを思い出す。どういうことや、か、カープが、まだ交流戦首位とか、絶対陥落するけど困惑中。明日、森下だから絶対に、勝って勝ち越すんだ。よしく、カープ4対1で勝利。巨人と中日 5.5 ゲーム差やぞ。バウアーっていい投手やけど、なんか思ったより普通、もっと圧倒的にやと思ってたわ。カープと 1.5 ゲーム差なの怖すぎるんやが。